coincidence is God's way of remaining anonymous is an old saying, though it doesn't matter whether Albert Einstein actually mentioned it or not. But he said at the same time, science without religion is lame, religion without science is blind, or the more I study science, the more I believe in God. He also said, everything is determined, the beginning and the end as well. It means that such an extraordinary thinker has come to believe in creation, fate, or God. Then he said, coincidence is God's way of remaining anonymous. アルバート・アインシュタイン自身の言葉であるかどうかは別にして、アインシュタインはこんな言葉を書いています。神はね、人間に対して匿名で何かをするときにはね、偶然に見せかけてするもんなんだよと。偶然と思われるものの中には実は神の強い意志によって作られたものも多いと私林博士は理解しています。ヒロシ林ヘメメットシティジャパン。Thank you.
The self-portrait of Saint Jerome is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance.Ecstasis is a sort of an act of melting or shedding an outer cuticular layer. All reptiles shed their skins, referred to as ecstasis, in a manner that differs from species to species. ある種の動物は自分の体が成長していくにつれ、その外皮がまとまって剥がれることがあります。それを脱皮と言いますが、昆虫を含む節足動物、爬虫類、両生類などに見られます。広し林、浜松市、ジャパン。1500年後のルネサンスに現れたイエス・キリストはアンドレア・デル・ベロッキオの名前でこんな絵を描き残しています。セント・ジェロームの絵と言われています。その絵の首のところにはですね、奇妙な横ラインが走っているのがわかります。この黄色い枠で囲った部分に注意してください。この矢印のところに奇妙な横ラインが走っているのがわかります。このラインは何かということですね。この横ラインに注意してください。全体に明度を上げたり下げたり、あるいはコントラストを上げたり下げたりしていますが、部分的には何も手を加えていません。で、こうして見るとですね、この横ラインのところで上半分と下半分がですね、風合いが違うのがわかります。注意深くご覧ください。この横ラインは何かということで、今日もう一度検視をし直してみることにしました。このラインは何かということです。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度繰り返します。これは1500年後のイエス・キリストが書き残した絵画ということになります。絵画というよりは写真から起こされた絵ということになります。頬のところなどにはですね、汗腺、つまり汗の穴の一個一個まで丁寧に描いてあります。描いたというよりも写真です。で、これがイエス・キリストの自画像であると私、林博士は判断していますが、彼は誰なのか、何なのか、そしてどこから来たのか、この絵を検証すれば、それがわかると私、林博士は判断しました。その謎を解く鍵が、この横ラインにあると私、林博士は判断しました。ということで、もう一度、この横ラインに注意して、見てください。この横ラインですね。上半分と下半分に分かれています。で、私は以前、この横ラインはですね、下半分がバイオスーツではないかと判断しました。何かしら薄い、バイオスーツのようなものを身につけていると判断したわけです。で、もう一度、イエス・キリストは少なくとも人間ではなかったという視点で、この絵画を検証し直してみることにしました。この横ラインは何かということです。そこで皆さんに4枚の絵をご覧いただきます。1枚目は岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の中に描かれている聖母に注意してください。向かって左側、聖母の右手の人差し指に注意してください。聖母の右手の人差し指は、この子供、つまり一般にはイエスと言われている子供の皮膚の下に
潜り込んでいるのがわかります。聖母の右手の人差し指に注意してください。一般にはこれは衣というふうに理解されていますけども、これは衣ではありません。私林博士は神秘と判断しました。注意深くご覧ください。つまり聖母の人差し指はこの子供の神秘の下に潜り込んでいるということになります。注意深くご覧ください。そして腹の部分にも注意してください。これは衣服ではありません。線が途中で消えている点に注意してください。衣服ではありません。このように、まあこの子供の皮膚はですね、まあ神秘がめくれるタイプの子供であったということになります。左上がトカゲの、まあ、脱皮している様子です。そのトカゲの、まあ、神秘と、まあ、脱皮の皮とですね、子供の腹に描かれている、まあ、林博士は脱皮している皮と判断しましたけども、それと比較してみてください。まあ、大変よく似ているというよりも、写真のように正確に描かれているのがわかります。同じように、足の皮にもそれが表現されています。足の皮も、まあ、めくれているということですね。で、別のトカゲの写真を見ていただきますけども、やはり同じように表現されているのがわかります。まあ、この絵もですね、右下の絵も、写真技術を使って描かれた絵ということになります。ともかくも、まあ、このように、脱皮する、まあ、子供がですね、岩窟の聖母の中に描かれているということです。二枚目の絵は、聖アンナと聖母子と一般には呼ばれている絵です。この絵の中の手前の人物に注意してください。手前の人物の右手の先に注意してください。この手前の人物の右手の先は、やはり同じように子供の皮膚の下に潜り込んでいるのがわかります。注意深くご覧ください。この、まあ、皮膚、つまり、これを私は、林博士は、神秘と判断しましたが、やはり同じように、皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。つまり、このような形で、この子供も、こういった皮膚を持つ子供であるということを、示しています。三枚目の絵は、一応、ミケランジェロが描いたとされる、カッシナの戦いの絵です。これも、やはり1500年後のイエス・キリストが描いた絵ということになります。ミケランジェロという操り人形芸術家を通して発表したということになります。この絵の中には自分の皮を剥いでいる人物が何人か描かれています。服を着ているのではありません。自分の皮を剥いでいます。これは異難なイシュターです。ズボンのような皮膚をですね、やはり剥いでいるのがわかります。そしてこの人物もズボンのように見えますけどもズボンではありません。皮膚ということになります。そして右下にはこの人物が描かれています。靴下を履いているのではありません。皮膚を剥いでいます。そして頭には花冠をつけています。つまりこの人物こそがこの群像の中の王であることを示しています。そしてこの人物がですね、1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。それについての動画はつなげておきますから、またそちらをご覧になってください。これがイエス・キリストの自画像ということになります。そして4枚目の絵はジョルジオ・ヴァサーリの描いた絵画です。この絵もまた大変奇妙な絵です。向かって左側の人物に注意してください。そして
この人物が持っているものに注意してください。そこに描かれているのは直角定規とコンパスです。つまりフリーメイソンのシンボルマークとなっている直角定規とコンパスと一致します。つまりこのような形でジョルジョ・バサーリもまたですね、自分の立場を鮮明に表現したということになります。が、それだけではありません。この絵の中の他の人物にも注意してください。この人物の背中には、ヒレが描き込まれています。影になって見えにくいのですけども、明度を上げてみますと、そこにヒレがあるのがわかります。つまり、この人物は、レプタリアンであることを示しています。ヒレがあります。で、この絵の中に描かれている他の人物にも一様にヒレがあるのがわかります。ヒレです。つまり、このような形で、ジョルジョ・バサーリはですね、ここに描かれているのは皆レプタリアンであることを示しています。そして、そのヒレと同じものをですね、ミケランジェロも描いています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中のノアと三人の息子の中の絵の中にも描かれています。が、ここで大切なことは、こうしたヒレのある人物をジョルジオ・バサーリも描いているということです。そして大変奇妙なことに、そのヒレの描き方は、ミケランジェロの描いた絵の描き方と全く同じであるという点ですね。直角定規とコンパスを持った左の人物とですね、まあ、こうしてヒレのある人物を対照的に描いたということになります。で、今言いましたように、左がミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、システィーナ礼拝堂のノアと三人の息子の絵ですけども、全く同じヒレが、同じ方法で、同じ色使いで、同じ感じで描かれている点に注意してください。ジョルジオ・バサーリも、ひょっとしたら、1500年後のイエス・キリストの操り人形であった可能性が高いということになります。まあ、直接的な証拠はまだ分かっていませんけども、私は同じと判断します。その証拠の一つが、まあ、このヒレということになります。左がですね、ミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、人物のヒレ、そして右がジョルジオ・バサーリの描いた、まあ、人物のヒレということになります。色も描き方も全く同じであるということですね。まあ、唯一もう一つの可能性があるとするならば、ジョルジョ・バサーリがミケランジェロの絵を真似して描いたということです。まあ、その可能性があるがゆえにですね、ジョルジョ・バサーリもまたその1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったとは断言できないということになります。まあ、しかしこうして比べてみるとですね、一人の画家の、つまり1500年後のイエスの、まあ、描き方の癖が出ているように私は思います。で、その人物、右側の人物の腰のところに注意してください。腰のところに注意してください。ヒレがある人物のこの腰のところには、奇妙な、やはり一見すると透明の衣服のようなものが描かれているのがわかります。もちろん、ルネサンスの時代には、このような透明な衣服はなかったはずです。この人物の腰のところに、つまり、レプタリアンと思われるこの人物の腰のところに、このようなものが描かれています。で、結論ということになります。4枚の絵をもう一度皆さんにご覧いただきます。岩窟の聖母の中のマドンナの指先に注意してください。
皮膚に潜り込んでいます。そして聖アンナと聖母子の絵の中の手前の人物のこの右手に注意してください。やはり、まあ腹の下にですね、手が潜り込んでいるのがわかります。そして私、林浩司が、1500年後のイエス・キリストと判断したこの人物もですね、足の皮をベローっと剥いでいます。そして4枚目のジョルジオ・バサーリの絵を見てください。腰のところに、奇妙な魔物が描かれています。つまりこれら4枚の絵の中に描かれている、まあ衣服のように一見すると見えるものは、すべて神秘、皮ということになります。そしてそれと同じものが、アンドレア・デル・デロッキオなる画家が描いたとされる、セント・ジェロームの首のところに描かれている、というふうに判断できるのではないでしょうか。このセント・ジェロームの首の下のラインと、そして他の4枚の絵と比較してみてください。つまり、このような形で、まあ、1500年後のイエス・キリストは、自分の正体を明かしたということになります。繰り返します。この首の下に描かれているのは神秘ということになるわけですね。つまり、このような神秘を脱皮するタイプの、まあ、人間、つまり、ハイブリッド、ヒューマノイドということになります。この絵は、絵というレベルを超えて、写実的というよりも、極めて精緻に描かれています。これこそ、まさに、1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。そして、そのイエス・キリストは、少なくとも人間ではなかったということですね。彼は何なのか、彼は誰なのか、彼はどこから来たのか、この首のラインが、それを示すと言いますか、イエス・キリストの正体を示す一つの手がかりとなるということです。この矢印のところをもう一度皆さん確認してください。このラインは何かということですね。つまり、このラインこそが1500年後のルネッサンスに現れたイエス・キリストの正体を示すラインということになります。このラインに注意してください。もう皆さんお分かりですね。これは何なのか、何のためにこのラインが描かれているのか。ということで、今回もう一度セント・ジェロームの絵を検証し直してみました。そしてもう一度、このセント・ジェロームとして描かれている人物の表情を見てください。大変気品があり、気高く、そして威厳があります。知性的で、その眼差しには深い人間愛を私、林浩司は感じます。1500年後のイエス・キリストは、こういう形で、自らの自画像を写真技術を使って残したということになります。イエス・キリストは少なくとも人間ではありませんでした。今や私たち人間はそれを受け入れる時期に来ているのではないでしょうか。Bye for now.